なんだって。あの、信長様が苦戦しております。直ちに救援を。信長様、なんだ、ただの黒猫か。あ、ちょうどいいところに。こいつらを倒すの手伝ってくれない？私はアーナス、教皇庁のエージェントだ。知り合いの猫を探してたらあいつらに襲われてね。ここはもう大丈夫そうですね。急ぎ信長様を救いに行かねば。待って、助けてくれたお礼に力を貸すよ。この子たちはセルバン、私の命令に従う妖魔だ。物を壊すのが得意だから何かの役に立つと思う。化け物が集まってきました。セルバンとやらを狙っているようです。おや、見覚えのある姿ですね。こんなところで会うとは思いませんでした。やった、道が開通しました。こいつらよく見ると可愛いもんですね。私はここで敵を引きつけておくよ。彼らと共にその信長さんを助けてあげて。なんだと？アーナス様のところへ急ぎ戻らねば。素晴らしいですね。敵将、撃破しました。あなたはなぜそこまで戦うの？この世界には話せる猫がいるんだ。すごいな。アーナスよ、敵の攻勢は激しさを増しておる。この状況いかに打開すべきか。実はもう一つ切り札があるんだけど、少し準備が必要なんだ。手伝ってくれる？わしは化け物を撃ち続ければよいのだな。うん、敵を倒すと力が溜まっていくんだ。あともうちょっとだから協力よろしく。
真実は無双の力を秘めているのです。素晴らしいですね。悪くない働きだ。素晴らしいですね。己、我が道を阻むか。敵将、撃破しました。キャッツら、どこまで邪魔立てするか。私の中に流れる青い血を、力を与えて。誰に倒す。さて、そろそろいいかな。蹴散らす。燃え尽きろ。これが青い血の力だ。さっきのが私の切り札、変身の力。少しの間だけ妖魔に変身できるんだ。さあ、この勢いに乗って親玉を倒しちゃおう。鮮やかな変化をアーナス、褒めて使わす。この戦、我らの勝利に終わった。勲功第一はアーナスにゃ。アーナス、わしらと共に来ぬか。この世界で天下不平を目指そうぞ。それもいいかも。私はこの世界でも猫に縁があったんだね。さよう。参ったな。はあ、いや。